はい、今回は栗好きにはたまらないと言われているパーキングエリア、オブセのパーキングエリアですね、来てみました。長野県にあるパーキングエリアです。テレビでも放送されたようですね。オブセといえばもう栗が有名ですから。パーキング内にある食堂です。栗ソフトやおこわなんかもありますが、まあ普通のうどんとかそばとかもね、食べ物はいっぱいありますね。カツ丼やら何やら、鶏きのこ丼、ラーメンなんかもありますと。栗おこわめっちゃ推してるんですけどこれは食べたいな、買ってこうかな。さてまずはモンブランソフト、栗ベースのソフトに栗あんと栗の甘露煮が乗ってますね。うん、栗好きにはたまらないソフトクリームです。栗の味がねすごい濃厚ですね。この甘露煮すごいうまいこれだけひたすら食べたいかも。ここのねさあ、パーキングエリアは他にもこんな商品があります。栗きんとんロール、そして栗きんとんシフォン、そして焼き栗きんとんと、まあ他にもいろいろあるんですけど、この辺が売れ筋みたいですね。あとおこわです。おこわこだわりありですね。ブランド米使ってると。そして甘くてホクホクな栗がゴロゴロと。こだわり栗おこわっていうことで、おむすび販売してたんで買ってみました。まだ作りたてであったかかったです。これね、手で持つだけでほろっとなんかほどけるぐらい柔らかく握ってあるんですよね。栗がゴロゴロ入ってます。そしてこの栗がね甘いんですよ。甘みがあって美味しいですね。さすがに名物なだけはありますね。これ食べ忘れてしまいました。焼き栗です。オブセといえばもう焼き栗、まあ、栗といえば焼き栗というぐらい焼き栗美味しいんで、ぜひ食べてみてください。今回の動画はこれで終わりです。紹介したいのまだいっぱいあるんですけれども、ぜひ行ってみていただけると面白いかもしれないです。ありがとうございました。